次のお客様どうぞ。あ、すいません。いらっしゃいませ。体がもう今本当にしんどくて。大丈夫ですか？ごちごちに固まっちゃってて。いえ、暖房器具が一切ないんですよ。そうなんですか？最近冷え込んでたじゃないですか。筋肉がもうギュインギュインに縮まっちゃって、深海に沈んだコルクボールと同じような状態で今コルクボール、みっちみちの状態なんです。本当は僕は結構巨漢なんですよ。ギューってなってて、ギューってこうなっちゃって、これぐらい縮んじゃったってことですか？そのままギューってなって、はい、それ密度がじゃあ5、6年生の時からもうずっと一番後ろです。本当は本当は今ギューってなって。そんなことありますか？すごい新鮮です。だから力がやばいですね。じゃあそれは、はい、疲れがこびりついちゃってるんです。あ、そうなんです。疲れもあるんですね。風呂もないんで、浴槽に浸かれないと疲れが流れていかないんです。あ、そうですね。お風呂入った方がいいですね。中華屋の、はい、換気扇ドロッドロのプロペラ、あ、あります、ね、汚れがついてる。 あれみたいにこう疲れが溜まってる。いえ、あれに絡め取られて佃煮みたいになった症状映え。症状映え。あれをちょっと生き返らせてください。頑張りますけど、すごい大変な状況ってことです。一旦もう無茶をしないと無理だと思うんで。無茶してください。とにかくもう一旦もうボロボロのも殴ってもいいんで。一回起こさないと。今完全に沈殿しちゃってるんで。沈殿。一回はもうぐっちゃぐちゃになるのはもう覚悟なんで。ストレス発散のハゲ口にしてください。そんなことはできないですけれども。はい、お願いします。わかりました。もうできる限りのことをもうやって、はい、マッサージです。なんか、はい、監視カメラとかついてますか？いや、もうあるかな。え、なんでですか？それで撮ってた映像を後で YouTube に上げたら、これ本当に人？とか、この人この後どうなったの？というコメントがつくような。お客様の状態がですか？これ人形でしょみたいなコメントがつくような動画にしてほしい。いやいや、なんですかそれ。それが一回あれを伏せてもいいです。そんな変なことしませんから。怖いなら伏せてください。そんなやばいことできないですよ。お願いします。僕も助けてください。マッサージやっていきますよ、はい、じゃあね。お願いします、はい、追い詰めてほしいんです。とにかくもう拷問症で構わないんで。町のクリニックでもこんだけ行かれたことできんだぞっていうのを世界にお願いします。ですから、強めがお好みっていうことでよろしかったですかね。はい、イメージで言うと、粘土、はい、粘土を薄いビニール袋に入れて、はい、ちょっとすいません、このカウンセリングっていうかちょっと長いんですけど。スーパーで鮮魚を入れる薄いビニール袋あるじゃないですか。あ、はいはいはい、あそこに粘土玉をポンと放り込んでこうギューッと絞り上げていくんですね。そうすると、これツルツルのパンパンの玉になりますよね。ついてきてます？悪くなりますね。ピカピカピカになります。あ、ピカピカになりますよね。なるかもしれない。はい、ピカピカになる。あれ、あそこも一旦追い詰めるんですね。まず一旦終わりだと思います。お客様ってことですか？はい、はい。粘土が多いです。ビニールは分かんないんです。ビニールはその家庭です。追い込んだ家庭のものです。そうです、あなたです。これです。いや、これですよ。じゃないですけど、この球を今度こっちから。それなんですか？一回ね、一回安定してますよね。一回安定してる。一回不安定な状態から安定した、もう終わりかと思ったここをさらにパキューッ。そんなことチビーッやってほしいんです。えぐいでしょ、そんなお客様に。そんなグワスワーみたいな、そこまでもう逃げ場なくお願いします。皮膚表現がえぐすぎるんですよ。ずっともうまあ、じゃあやっていきますね。とりあえずちょっとできるか分かんないですけど頑張ります。はい、じゃあまず足つぼからやっていきますね。足つぼと今日背中を充填できということです、ね、早くしろ。言葉はいいんだよ。お前の言葉を聞きに来たんじゃねえ。早くしろ。はい、手が冷てえよお前。すいません、ごめんなさい。温めとけ。
火鉢か何かで、ね、火鉢か何か抱いてますけど、火鉢はないですけど、ごめんなさい、まあ、ストーブとか何かそういうのがあれば、すみません、今度からそういうのさせていただきます。うるせえ。しゃべりすぎだよ。てめえの仕事考えろ。どうですか、口を動かすのか指を動かすのかどっちだ。はい、指ですね。はい。うるせえ。つぼちゃんと一個一個潰していけな、はい、一個一個俺つぼ潰してほしいんだよ。俺の言葉聞こえたか。どうですか、バカ。バカ、俺の言葉聞こえてるか、バカ。お前バカだ、あだ名つけてやる、バカだ。何なんですか、さっきから。いや、お前潰していけ、潰したけど、やってますけど、ちょんで潰してるか。潰したらどうなる、ものは。潰したら、丸い粘土潰したらどうなる。広がります、ね、広がるな、はい、広げろ、これどんどん広げていけ、もっと何みたいにしろ。何知らねえのか、バカ。知ってるじゃねえか。そうだよ、何どれくらいの大きさだ、イメージだ、イメージどれだ、食ったことあるか。それぐらいにしてみろ。それぐらい広げていけ、俺たち。あ、塩ですか。そうだよ、温めて広げて、どんどん丁寧に広げて潰していけ。そしたら帰る俺、ペタペタペタって歩いてるよ。こんなにしてとは言ってないよとか言わせてみろよ。俺がお前帰り靴履くときに自分の足こう丸めて、あのさつまいもの葉が広がる前みたいな、こうこんな状態に、ま、細めて丸めて、それでなんとか強度大事で靴に入れさせてたら、お前たちで、そんな丁寧な作業させてみろ、俺に。なるべく、それでなんとか強度あるから、そうじゃないと入んないんだよ、靴に。そこの強度だけで、スイーッと行かせてみろ、バカ。そういうイメージってことですよね。うるせえよ。ちょっとこれ結構強くやってるんです。金払ってんだ、こっちは。お前、しっかりやれ。ちょっとすいませんね。ごめんなさい。自分は目線が下に来られると横柄な態度取ってる。そんなやない感じなんだって言った。申し訳ございません。感謝してるんです。すごく気持ちいいです。ありがとうございます。感謝しております。じゃあちょっともうちょっとやっていきますね。しっかりやれよ。一個一個潰していけ。つぼ押し人形なんだ、お前。そのために生まれたの。俺のつぼを今日押すためにお前の何十年があったの。それで今お前は押してんの。ね、そこに喜び感じんのよ。喜び感じたらお前手抜いちゃうからな。これも勝負だと思う。金のために揉んじゃダメ。金のために揉んだらお前は力ない。もっと追い込め。空気のために揉め。潰してようやく呼吸できると思う。そしたら必死になるから。お前みたいなやつは結構強くやってるんですけどね。どうですか、大丈夫ですか。大丈夫。なんともない。いや、情けねえなお前。お前な、最近俺言っとくけど、こっちの足も疲労骨折してんのよ。いや、なんでやってんの。骨折してんでしょ。すいませんでした。あの、次背中行きますよ。はい、でも変なことさせないから。おかげで血流が良くなって、もう体がポカポカしてきました。ポカポカ。そんなところにいたら危ないですよ。そんなところにいたら危ないですよ。大丈夫ですか。だから危ないって言ったのに、嗅ごうとしないでくださいよ。してないですよ、もう。でも匂いはないんで。いや、匂いあります。寄ってきますよ、もう。古いパイプとパイプが、え、古いパイプとパイプがつながって、もう働くことがないだろうと思ってた、あの古いパイプたちが弱くつながって、また活動を再開していく。そこは熱い蒸気が通っていく。
たくさん会ってたんだよ。大変だな。恥ずかしい。そういう気持ちはあるんですね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。まあ、それだけ出たって思ってたかもしれないですからね。はい、じゃあやっていきましょうか。だいぶ元気が出てきました。うわ、すごいなんか汗かいてますね。すっごいびっちょびちょだ。ちょっとやっていきますよ、背中お願いします。あ、柔らか。あ、なんですかこれ。大丈夫ですか。はい。あ足はさっきあんな感じだったんですけど、なんかすごい敏感ですね。柔らか。すごい、ここ背中、中に入っていきますね。それそれ、もっともっと。変な背中ですか。変な背中ですか、僕の背中。プロから見ても変ですか。嬉しそうだね。あ、それめぐる感じが好きなんで。いや、なんなんだよ。サマハナ、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 ご賞です、ご賞です、お願い。おかー、話しますよ。もう無理、もう無理、話しますよ。いいですか。引っ張って。いや、引っ張る。引っ張るとか無理ですね。ねじり引っ張って。ねじり引っ張るってなんだ。ねじり引っ張って話した時にブルルンパーンってなって。お願いさ、あとサマ、あとサマ。何でもやっちゃうんだよ。事故が起きたらどうすんだ。責任取れんのか。3万で何でもやっちゃダメ。そうか。ありがとうございました。いや、まあ、本当はあの疲れとかそういうの関係なく掴んでもらって離された時のあの感じがたまらなくて、もどこにもそういうことやってくれるお店ないから。はぁ、あ、最悪だよ。もうちょっと仲直りの握手しましょう。何言ってんの。仲直りの握手って何ですか。見て。あ？うわー、手の形が出てきた。握手しよう。いやー、もう二度と来ないでください。チャンネル登録お願いします。